こんにちは。清くず太くしたたかに3日で読めるトップが強運であり続けるための人間学読本、ヨーロッパ英雄小説作家日崎貴文です。ヨーロッパ史の英雄に学ぶビジネス強運のつかみ方、1日1元心に突き刺さる言葉、今日も強運になれる言葉をご紹介していきます。今日ご紹介するのはイングランドの女王エリザベス1世のこの言葉。慈悲とは君主の場合しばしば罰することを知ることである。そして残酷とは許すことである。正確には側近が助言した言葉ですが、一人に慈悲をかけることがより大多数の人々にとって残酷な結末をもたらすこともあります。どんなに辛くてもより大きな利益のためにトップは時に非情な決断を下さなければなりません。今日はエリザベス1世の言葉をご紹介しました。最後までご覧いただきありがとうございます。